ディエゴ・ロドリゲス・デ・シルバイ・ベラスケス1660年8月6日はバロック期のスペインの画家。エドアール・マネが画家の中の画家と呼んだベラスケスは、スペイン絵画の黄金時代であった17世紀を代表する巨匠である。没落した貴族の家系とされてきたが、近年の研究では、父方がコンベルソンの家系である、可能性が高いとされている。スペイン南部の都市セビリアに生まれ、 11歳頃に当地の有力な画家であるフランシスコ・パチェーコに弟子入りした。6年後の1617年、18歳の時に独立し、翌1618年には師匠であるパチェーコの娘であるフアナと結婚する。17世紀のスペイン画壇では、厨房画と呼ばれる室内情景や生物を描いた絵画が多く、制作されたが、 宮廷画家になる前のベラスケスもこの厨房画のジャンルに属する作品を描いていた。卵を料理する老婆と少年などがその代表作である。1622年には首都マドリードへと旅行した。1623年、マドリードに2回目の旅行に行く。この時、スペインの首席大臣であったオリバーレス伯爵がスパールでグスマンの紹介を受け、 国王フェリペ四世の肖像画を描いた。国王に気に入られてフェリペ四世付きの宮廷画家となり、以後三十数年、国王や王女をはじめ、宮廷の人々の肖像画、王宮や利宮を飾るための絵画を描いた。美術愛好家であったフェリペ四世は、ベラスケスを工遇し、画家のアトリエにもしばしば出入りしていたという。当時、画家という職業には、 職人としての地位しか認められなかったが、フェリペ4世は晩年のベラスケスに宮廷装飾の責任者を命じ、貴族、王の側近としての地位を与えていた。ベラスケスの作品では、画面に近づいてみると、素早い筆の運びで荒々しく描かれたタッチにしか見えないものが少し離れたところから眺めると、写実的な衣服のひだに見える。 このような近代の印象派にも通じる油彩画の卓越した技法がマネラの近代の画家がベラスケスを高く評価したゆえんである。1628年にはスペイン領ネーデルラント総督のイサベルクララエウヘニアから外交官として派遣されてきたピーテル・パウル・ルーベンスと出会い信仰を結んだ。この年から翌年にかけてバッカスの勝利を描いている。 1629年、美術品収集や絵画の修行などのために、イタリアへの旅行が許される。イタリアへ向かう船の中で、オランダ独立戦争の英雄であったアンブロジを、スピノラと同情することとなり、信仰を結んだ。イタリアでは、ベネツィアやフェラーラ、ローマに滞在し、1631年に、スペインへと戻った。帰国後、 1634年から1635年にかけて新しく建設されたブエンレティーロリキューの小王国の間に飾る絵の制作を依頼され、すでに個人となっていたスピノラ将軍をしのんでブレダの会場を制作。他にも1637年にはバリエカスの少年、1644年にはエルプリーモやセバスティアンデモーラなど多くの作品を制作し、 役人としても順調に昇進していった。1648年には2回目のイタリア旅行に出発し、1651年まで同地に滞在した。各地で王の代理として美術品の収集を行うかたわら、ビラメディチの庭園、鏡のヴィーナスや教皇院のケンティウス十世紀などの傑作を制作している。 1651年に帰国すると、1652年には、王宮の鍵をすべて預かる、王宮排出長という住職に就くようになり、役人としても多忙となる。一方で、1656年には、ラスメニーナスを制作し、1657年には、職女たち、1659年には、絶筆となる、マルガリータ王女など、この時期においても実力は衰えず、 対策を完成させていった。1660年には、フェリペの娘であるマリー・テレーズ・ド・トリッシュと、フランス国王ルイ14世との婚儀の準備を取り仕切るが、帰国後病に倒れ、1660年8月6日に、マドリードで61歳で死亡した。ベラスケスは家作であり、二度のイタリア旅行や公務での国内出張を除いてはほとんど応急内で過ごした、上、 画家としてのほとんどの期間を宮廷画家として過ごしたためにその作品のほとんどが門外不出とされ21世紀の現在でもおよそ120点の作品のうち3分の1がマドリードにあるプラド美術館の所蔵となっている。ブレダの会場1634から1635プラド美術館、ブレダの会場は 王の離宮の小王国の間という大ホールを飾るために描かれた戦勝画。1625年、ネーデルラント南部の要塞ブレダにおけるスペイン軍の戦勝を記念して制作されたもので、敗れたブレダ守備隊の指揮官、ユスティヌス・ファン・ナッサーが勝者であるスペイン側の総司令官、アンブロジオ・スピノラに縄文の鍵を渡そうとする場面が描かれている。この種の戦勝画では、 敗軍の将は地面に膝をつき、勝者はそれを馬上から見下ろすという構図が普通であったが、このブレダの会場では敗軍の将ユスティヌスと勝者スピノラは同じ地面に対等の位置で立っている。恩和な表情のスピノラはまるで長年の友人に対するように敗者ユスティヌスの肩に手を置いている。スピノラの傍らに大きく描かれた馬は彼が 敗者に敬意を表するためにわざわざ馬から降りたことを示している。このような勝者側の寛大さを二重三重に強調した表現は敗者に名誉ある撤退を許したスペインの騎士道精神の勝利を表したものと言われている。教皇インノケンテウス十世六百五十年、ローマ、ドーリア・パンフィーリが老造百四十九年、ベラスケスは二度目のイタリア旅行に出かけ、 ローマに2年ほど滞在している。この間に描かれた教皇インロケンティウス10世の肖像はカトリックの最高位にある聖職者の肖像というよりは神経質で狡猾そうな一人の老人の肖像のように見える。国王、教皇から道家島でどのようなモデルをも冷徹に見つめ人物の内面まで表現する出力はベラスケスの特徴である。椅子に座るモデルの膝から 上の部分が画面の中心に大きく描かれている。モデルの背後は鈍調により完全に閉ざされている。これにより画面のほとんどはこの鈍調化か強行が身につけた服飾、すなわち何らかの繊維製品により占められている。それ以外の部分には椅子の木製あるいは金属の部分と衣装から除くモデルの顔と手が描かれている。人物像の周囲の余白はほとんどない。 特にラファエロが描いた、教皇レオ十世の肖像に見られたような、自社など、他の人物の姿や衝動具は描かれていない。わずかに持ち物として、左手の紙片が確認できる。この構図により鑑賞者の視線は、画面の大部分を占める布地の色彩と質感、あるいは、頭部の再現的描写の観察へと誘われる。色彩に関してはまず、鈍調帽子、上着、 椅子のカバーに見られる赤が支配的である。その次に広い面積を占めるのが白で、シャツと貝に認められる。赤と白が画面のほとんどを占める中で、顔と手の肌色、椅子の金属部分の鐘がアクセントとなっている。後にフランシス・ベーコンがこの肖像画をモチーフにした一連の作品を制作したことでも知られている。鏡の前のビーナス・ナショナル・ギャラリー1650年。 ゴロロンドン、ナショナルギャラリー増上記、教皇インノケンテウス10世と同じ頃に描かれたもので、カトリックの伝統の強い当時のスペインでは、珍しいラフ像である。1914年、傍観によって背中から尻にわたる7箇所がナイフで傷つけられた。現在も、かすかに修復の跡が見える。ラスメニーナス1656プラド美術館。 フェリペ4世の王女マルガリータを中心に、次女、当時の宮廷に仕えていた、Y 人などが描かれ、画面向かって、左には巨大なキャンバスの前で、まさに制作中のベラスケス自身の姿が、誇らしげに描かれている。中心の王女マルガリータを含め、画中の人物は鑑賞者の方へ視線を向けており、何かに気づいて、一瞬、動作を止めたようなポーズで描かれている。 その何かは画面奥の壁に描き表された鏡に暗示されている。この小さな鏡にぼんやりと映るのは国王フェリペ4世夫妻の姿であり、この絵の鑑賞者の位置に立って家中の人物たちを眺めているのは実は国王その人である。この絵は国王の夏の執務所の資質にかけられていたという。家中のベラスケスの黒い衣服の胸には 赤い十字の紋章が描かれている。これは、サンティアゴ騎士団の紋章で、ベラスケスが国王の特段の計らいで、同騎士団への加入を果たし、貴族に列した1659年に描き、加えられたものである。バリーエーカスの少年1643から45年、ベラスケスは当時、慰みの人々として宮廷に仕えた小人や、道家をしばしば題材にしており、 本作もその一つで、ディエゴ・デ・アセド、セバスチャン・デ・モラと同様、単独の肖像画として描いている。三点とも王の狩猟用の館トーレ・デ・ラ・パラーダは、マドリッド郊外の地名。マドリッドの山を背景に、手にカードを持ち、狩猟用の装いで屋外に座る姿が描かれている。2010年には、真士の肖像が新しく発見された。この作品は2011年に、 ロンドンでオークションにかけられた。ありがとうございます。